皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島からお送りしています。今日が2022年3月15日火曜日です。いい天気です。もうね、毎回言ってますけど、もう夏っていう感じなんで、もうこの時間からね、ものすごく暑いです。今まだ9時半ぐらいなんですけれども、朝ですね。で、今日はこれ週に1回ぐらい似たようなね、ご質問が来るんですけれども、パラワンでね、こうやって暮らしてて、どのぐらいお金がいるんだですとか、移住を考えているけれども、どのぐらいの生活費を見ておけばいいんだとかね、そういう質問が、週にね、1回はメールで来ます。で、改めてね、今年に入って、ですね、1ヶ月のね、生活費っていうのをちょっと書き出してみましたので、ちょっとご説明していきます。で、これずっとね、ペソで言ってきますけど、最後にね、円換算していきます。で、パラワン島ってね、すごくね、その両替率が悪いんですね。で、マニラのいいところで、率のいいところで両替すると、1円で今 0.44 ペソぐらいかな。だから1万円で4400ペソぐらいになるんですけど、パラワンにね、この日本円を持ってきて、両替すると、多分1万円がね、4200ペソぐらい、200ペソぐらいマニラとはね、違ってくると思います。で、なるべくね、このこっち来るときに現金を持ってきて、マニラのいいところで両替して、パラワンに入るっていうのが、こう、おすすめなんですね。僕もいつも日本行けるときはそうしてます。今はね、ATM で引き出さなきゃいけないんで、さらにレートが悪くなっちゃうんだけれども。頭からね、説明していきます。まずよくね、聞かれるのがアパート代とかなんですけど、ね、これもちろん持ち家なんでね、アパート代はゼロです。ただ、これ買ってるんで、日本でいう固定資産税みたいなものを払わなくてはいけないんですね。それが、まあ、この程度の小さな土地で小さな家だと、年間でね、だいたい、ここら辺の周りを見てもね、年間で3500ペソぐらいですね。で、これを12ヶ月で割ったとすると、まあ、1ヶ月あたり300ペソ。として計上します。で、電気代、これがね、1238.64ペソでした。3月にね、来た請求の分、1ヶ月分ですね。ちょっとこの請、ここにちょっと出しますけれど。これに、うちってね、いつも G キャッシュで払ってるんで、うちにいてスマホでパッと支払いが済ませられるんで、その手数料がね、約15ペソ取られますんで、1254ペソ、電気代ですね。次、水道代が、出しますけど、290ペソです。これ、支払い遅れるとね、高くなるよって額が下に書いてありますけど、で、これもね、G キャッシュのコミッションが15ペソほどかかるんで、305ペソですね。で、それからガス、今ね、ガスタンク、11キロ入ってるんですけど、ガスが。それが結構値上がりしまして、去年まではね、一つ買って800ペソぐらいだったのが、まあ、特に今のこの状況でね、高くなって、一本今、1180ペソなんてなっていて、約1200ペソ近くなってる。でも3ヶ月持つんで、1ヶ月あたり400ペソ。で、次、大きいところで見ると、ガソリン代ですね。うち、まあ、ちっちゃい車と、ガソリンを本当に食わないバイクがあるんですけれども、この1ヶ月でね、車にね、ガソリン満タンに入れたのが1回、バイクも1回ってことで、それからジェネレーターのガソリン補給っていうのが、でも3リッターぐらいかな、ジェネレーターで使ったのが、全部入れて約30リッターですね。で、今、ガソリンもめちゃくちゃ高くなってるんで、1リッター80ペソちょっとの平均とすると、この1ヶ月で使ったガソリン代が2500ペソ。それから、食費ですね。これ、毎月、月始めにマリアに渡してるんですけど、うちで食べるものの食費、それから雑費、シャンプーですとかね、洗剤ですとか、それからデリバリーの水、こう、ポリタンクに入ったのがね、一つ、5ガロン入ってるんですけど、19リッター、それがね、30ペソです。もっと安いところもあってね、25ペソなんていうところもありますけど、やっとね、見つけた、匂わない、いい水を配達してくれるところなんですけど、そんなのも入れて、まあ、食費、雑費、デリバリーの水なんかも入れて、マリアに毎月渡してるのが、1万3000ペソです。これで十分なんですよね。
1日のうちで食べてるものの食費って言ったら多分ね、300ペソちょっとぐらいじゃないかな。米が1キロ55ペソの結構いい米なんですけど、それ食べてるんですね。で、あとまあパオもね、同じもの食べてるし、3人で食べてるって感じで、こんなもんで済んじゃってますね。今ね、高いなと思うのが、まあ肉もね、去年からずっと値上がりしてるんだけど、野菜がね、この季節によってはかなり高くて、まあ芋だ人参だっていうのはそんな高くないんですけど、高いのはね、あの葉物野菜がやっぱり高いですね。で、なんか最近マリアは節約して、まあ前からそうですけど、あの野草って言ったらおかしいけど、アロバテですとかマルンガイですとかね、そういうのをよく使ってます。逆に健康にいいみたいですけどね。1日300ペソちょっとでやってんのかな。それから雑費、あの洗剤ですよね、あとはシャンプーとかコンディショナーとかも買ってんのかな。まあそんなのも入れてね、1万3000ペソでなんかやってくれてますね。はい。それからね、外食、これ外食ね、安いとこ高いとこありますけど、例えばマクドナルドなんか行くと、マリアいつもね、あのなんちゃってバーガーが2枚乗ってるご飯、ペッパーバーガーステーキなんとかだったかな、あれと、僕は大体ビッグマックなんですけど、280ペソとかですね、2人で。で、あとはちょっと違うとこ、例えばジェリーズグリルだとか、まあ違うとこに行くとちょっと高くてね、700ペソ、800ペソだけれども、まあ、大体平均で500ペソとして、週1回ぐらい、週1回も行かないかな、まあ週1回として、月に4回で、平均が500ペソとすると、月に4回で2000ペソです。それからね、次、遊興費。まあ大体日曜日に、この、近所のアンディとかね、今、この向かいのジェイとか、あと日本人の仲間とかと、どっかね、海に遊びに行ってますけど、例えばあの、フローティングハウス、ボートハウスを借りたりとかすると、それチップ入れてね、1200〜1300ペソなんですね。それみんなでシェアしたり、あとは、おとといも言ってたマイクロテルなんていうとこ行くと、エントランスフィーがね、一人250ペソ。まあその、ホテルのデイユースですね。そんなお金も関わって、あとはね、なんか食べ物を持ち寄ったりとか、最近うちで作るのめんどくさくなってチキン買ってったりしてますけれども、そんなのを入れてちょっと多めに見て、1回800ペソだとして、月に4回とすると3200ペソですね。それから、マリアの実家の方にね、ちょっと援助するっていうんで、これ決まってる額なんですけど、毎月1000ペソですね、渡します。それからマリア自身のね、小遣いが月に3000ペソ。結構なんか十分みたいですね。なんか貯めてますね、結構。毎月買ってんのが、パオに壊されるね、あのサンダル、スリッパ、ビーチサンダルですね。あれを買ったりして、まあ百何十ペソとかでね、結構高級品なんだって買ってますけど、月に3000ペソマリアに渡してます。それから、あと細かい買い物、たまに、ジェネレーターとかね、なんかオイル買ってきたりですとか、僕が一人で出かけるときに、帰りにね、パン屋でパン買ってきたりですとか、まあそんなもんが大体月に500ペソ、使わないかな。500ペソぐらいですね。あとは、僕のビザの一利用っていうのが、あの、iカードの更新、年に1回更新するんですけれども、そんなのも入れて、月平均で言うとね、1500ペソですね。で今、出していったのをザーって足していくと2万9000ペソになります。で、1円で 0.42 ペソだとすると、円で言うとね、2万9000ペソが6万9000円ですね。はい。あとね、それからね、車とバイクの維持費っていうのが、今車まだ買って1年ちょっとなんで、税金とかそういうのはね、3年分入ってるんで全然かからないんですけど、それ過ぎたとしたら、年に1回その日本でいう車検みたいなのを取るっていうんで、それが4000ペソ弱ですね。保険、税金も全部入ってそんなもんです。で、バイクが約1200ペソかかるんで、年間でね、6000ペソですね。その維持費、登録ですとか保険ですとか税金で、そこら辺がね、月に割ると約500ペソなんで、
1000円ちょっと。だから大体7万円ぐらいですね。うん。月に7万円でやってます。調子の悪い車が近くで吹かしてますけど。うん。まあアパートはね、このパラワン島の場合って、うん、もうピンキリで、高いとこは本当2万3万ペソもあるし、安いとこだとね、3000ペソぐらいであって、まあ日本人がなんとか快適に暮らせるかなって、綺麗なシャワールームがあって、トイレがあって、まあワンベッドルームぐらいのところっていうと大体そうだな、7000ペソぐらいから家具付きで1万ペソ、1万5000ペソ、ぐらいですね。まあ3万円、4万円あればもう上等って感じ。4万円のアパートまで入れちゃうと、今言ったの全部足してってもね、どのぐらい足していくと11万円ぐらいになるのかな。うん。アパートはね、本当にピンキリですよね。あと電気代がね、この G キャッシュのコミッション入れて1254ペソなんですね。で、特にうちね、節約してないです。もう今の時期から2月頭ぐらいからね、午後はね、結構エアコンガンガン使ったりとか、夜はね、この外の電気2灯つけっぱなしに毎日してたりとか、全然節約してないですけど、なんかね、結構高い、電気代高いという方は多いですが、こんなもんですね、1200、300ペソかな。で、本当にエアコンをあんまり使わない時なんて言うと、電気代月にね、1000ペソ切ります。もちろん冷蔵庫もあるし、温水シャワーも使ってるし、で、うちが特別っていうんじゃなくて、まあ、去年亡くなっちゃったけど、友人の宮田さんのうちもね、大体こんなもんでしたね。1200、300ペソって言ってたかな。ただ宮田さんのうちはね、エアコンがないんですね。その代わり、毎日、バスタブにね、電気温水器でお湯沸かしてね、満タンにお湯を溜めて、風呂に入ってたって。まあ、それがね、結構食ってると思うんだけれども、まあ他の仲間のうちもね、だいたい1000ペソから1500ペソぐらいの間ですね、電気代。まあ、パラワンは、マニラよりほんの気持ち、数パーセント電気代は安いです。その分停電も多いかな。はい。で、水道代はね、290ペソなんですけど、これは、10リューベ、10トンまでがね、基本料金でこんなんで、あとね、使えば使うほど、その1立方メーターあたりの料金というのは高くなってくるんですね。これ10リューベが11リューベになると確かね30ペソ上がったのかな。こんな感じですね。でガスはねもうこう値上がりしきっちゃってねこんな感じになってます。ガソリンも高くなってます。食費はねなんかうまくやりくりしてるみたいでって感じですね。うん。まあ遊興費もね今毎週週末に800ペソ、約800ペソぐらい使ってるけど、前、マリアと一緒に、アパートに住んでた時、家具付きでね、1万ペソのアパートに住んでたんですけど、その時はね、本当に週に3回も4回も海に行ってて、まあ、有料のビーチで結構綺麗なとこだったんですけどね、そこだとね、エントランスがね、1人40ペソだったんですね。で、海行く時、いつもポッケに100ペソ札を1枚入れてて、で、2人分80ペソ払いますよね。で、20ペソのお釣りを受け取って、で、海で散々遊んだ帰りに、その20ペソで、道端で売ってるね、こんなちっちゃいインディアンマンゴーってやつ。あれを20ペソでね、7、8個買えるんですね。そんなのをね、なんか、週に何回もやってたな。だから遊ぶお金も最近贅沢になってね、結構使ってんのかもしれない。まあ、付き合う人たちがね、こういうとこ行きたいって、ここが良かったね、なんていうのに、で、行ってるからかな。前はね、1日80ペソで遊んでましたね。でも4回行くと、8、32。あ、でも1週間で300ペソちょっとぐらいしか使わなかったのか。まあなんだかんだ今ね、結構贅沢になって、これでもね、お金使ってる方です。で、あとはね、この夜遊びに行かないんで、そこが大きいのかな。でも夜遊び行ってた時でも、ライブハウスなんかに行って、エントランス取られる時もあったけど、何十ペソ。100ペソぐらいだったのかな。あと、中でね、飲んで、ビールでも1本100ペソとか、ライブハウス行ってよく遊んでた時でも2人で、1回行って5、600ペソだったのかな。まあ、そのね、KTV とかそういうとこに行くとそれなりにお金かかるんだけれども、全然そういうとこ行かなかったんで、
あ、KTB なんか行きたいっていう人はね、大体値段的には、高いところでね、マニラあたりと同じぐらい。で、もうちょっと中間ぐらいのところ下がると、要はその、なんていうのかな、エントランス料っていうの、それはかかんない。1本いくらで飲んだだけ。大体お客さんが今ね、ビール1本飲んで、昔ね、100ペソだったんだけど、今、ビールも高くなってるから120ペソぐらいかな。で、女の子に1本飲まして、300ペソとか。で、もっと安いローカルバーに行くと、本当にもう、何もない、ビール1本飲んでね、100ペソ。まあ、同じか、女の子の飲み物が安かったな。180ペソかな。今200ペソぐらいになってると思うけれども、まあ、そんな感じですね。夜遊びするとこ。あとは、なんだろう、個室になってるところなんかもね、結構あって、そこはコンシューマブルで、この部屋使う場合は、はい、じゃあ3000ペソない。で、その3000ペソの中から、飲み物、食べ物代、女の子のドリンク代を引いてって、まあ、3000ペソ、ね、その最初に決まってる額を超えた分は追加で払うというようなところもありますけれど、まあでもね、この2年間ずっとそういうところも閉まってたところも多くて、また再開したらね、システムも変わったりっていうところもあって、中間ぐらいだったところがね、高い値段設定になったりって変わってますけど、まあ大体都市部、マニラあたりと同じぐらいって考えておけばいいのかな。まあでもせっかくね、こういう自然の多いパラワン島に来たら、また夜遊びと違った遊びっていうのがいいんじゃないかなと思うな。あと大きいのはね、女性と出会えるかどうかなんで、それはもうその人次第なんで何とも言えないし、うちはね、マリアの実家の方にもね、1000ペソ、ね、渡してます。これは、マリアがここで働いてた時に、月々1000ペソね、お母さんに渡してたっていうんで、それを僕が踏襲しているだけで、他の要求はまあ、一切ないんで、助かってます。でもなんか行ったらね、行くときになんか食べ物買ったりとかそういうのもたまにしてます。で、マリアが自分の小遣いで買ってったりすることもあるけれど。あ、あとうち、お金かかるのが今ね、愛犬パオが歩いてきたけど、こいつにね、かかるお金っていうのが結構ありますね。月々で言うと、フィラリア予防の薬、食べる薬、あれがね、こいつが今体重がね、17キロ近いんで、月に780ペソ。ね、金かかるね、お前ね。あとはまあ年に一回注射とかそういうんだけれども、まあそんな感じで暮らしてます。一番大きいの何っていう質問もあるんだけど、それは女の子、付き合ってる女の子にかかるお金だと思います。あとはその子んちにね、大きな子をなんか援助しなきゃいけないなんて、それが自分の生活費はるかに超えちゃってるなんていうね、ケースもまあまああるんで、ご注意ください。ご注意くださいって言ってもしょうがないかな。あ、そうだ。もう一つ大事なのも忘れてました。インターネット。インターネットうち PLDT で契約してて、スピードがね、35メガっていうやつなんですけど、それが約1800ペソ。それから携帯の SIM カードにロードするのが、これね、1週間、電話なんかもし放題っていうんで、99ペソなんですね。それをやってるんで、両方合わせると、インターネットと電話で、月に2300ペソですね。マリアは別に SIM カードにチャージしてないですね。なんだっけ。なんて言うんでしたっけ。インターネットを使う電話、あんなの使ってるんで、僕の方の電話にだけその、チャージして使ってます。で、まあ、さっきも言ってましたけど、パオにかかるお金がね、月平均だと1200ペソ。って感じですね。だから全部、まあ、今までだーって、言ってったのを入れると、だいたい月に3万3000ペソぐらい使ってますね。0.42 で計算すると、1ヶ月に7万8570円、8万円弱。結構使ってますね。去年より、やっぱり贅沢になってんのかな、暮らしが。去年計算したのでは、だいたい、まあ、7万ペソ以下っていう感じだったけど、こんな感じになってます。去年なんか入れるの忘れてたのがあるのかな、それとも。そういうのも全部入れて、月に、3万3000ペソ、7万8570円、8万円弱を使ってます。
大きいのかな、ちっちゃいのかな、ちょっとよくわかんないけど、まあこんな感じで生活してますけどね。うん、まあね、これはまあでも特に節約するわけでもなく普通に暮らしてますね。うん、まあでも同じ日本人の仲間でもこの8万円どころかこういうの全部書き出してってね、家計簿つけてる方もいるみたいで、月に4万円で楽に暮らしてるって家族でですね、まあ、もちろん持ち家ですけれど、そういう方もいます。はい、やっぱり女の子関係が一番かかるのかな、夜遊びとね。で今最初のところからねちょっとずっとここに出してきますけど、アパート代うちの場合ないんで固定資産税月割でね、300ペソぐらいってことですね。それから電気代、この1ヶ月1254ペソ、水道代305ペソ、これ両方とも G キャッシュのコミッション入ってます。それからガスが、大体月平均で言うとね400ペソぐらいですね。それからガソリン代がこの1ヶ月で約30リッター使ったんで2500ペソ。食費、雑費、デリバリーの水などマリアに渡してるのが1万3000ペソ。外食が大体月に4回ぐらい行って、大体2000ペソですね。4回でですね。それから遊興費、大体今毎日日曜日に行ってね、遊んでるのが1回800ペソとして4回で3200ペソ。これここに出してるような形ですね。それからマリアの家の方にね、毎月ちょっと援助してるっていうのが毎月1000ペソ。それからマリア自身への小遣い、これが3000ペソ。それからビザの維持料ですね、アイカードの更新なんかも入れて1500ペソ。それからその他雑な僕の買い物、オイル買ったりとかどっか出かけた帰りにパン買ったりとかがだいたい500ペソですね。それから、車、バイクの維持料なんかが月平均で500ペソ。インターネットと電話で、2300ペソ。それからうちの愛犬パオにかかるお金が月平均で1200ペソ。以上、ドーンと合計で、月に3万3000ペソ。日本円にすると7万8570円。8万円弱。っていうような、感じでした。この1ヶ月。はい。確かにね、去年よりちょっと高くなってるのは、僕らはちょっと贅沢な暮らしをしてる、遊びに結構お金かかってるってことだと思います。安いと見るか高いと見るかわかんないですけど。まあアパートはね、さっきも言ったようにもうどのくらいのところに住むかで大きく違うんだけど、まあ、3万円、1万2、3、1万3000ペソぐらいのところでね、いれば、だからそれも入れて11万、アパート代4万見れば12万弱。って感じですね。で、これにはね、マリアの小遣いとか、マリアの家になんていうのも入ってるし、車、バイクの維持費なんていうのも入ってるし、もちろんガソリン代も入ってますね。まあ自分でね、この足をこういうに買わない、バイク、車ないって場合は、こういうのに代わってトライシクル代ですとかね、そういうのがかかってくるようになります。以上、こんな感じでした。例えば一人でおとなしく住むって言ったら、僕今食費とかね、雑費なんかをマリアに1万3000ペソを渡してるって言ってたけど、例えば食費をね、1日350ペソとしますって言ったら、3回食べて、トロトロとかで食べればね、1食5、60ペソで食べれるんで、3食そこで食べても200ペソでちょっとお釣りが来るって感じなんで、もしお一人でね、住まれるって場合にはこれよりぐっと安いと思いますし、でもその分夜遊びに出ちゃうなって言ったらお金かかるようになるし、お金に関してはねこんな感じです。うちの場合で8万円弱でやってます。あとはね、何をやって過ごすかっていうのはこっちの方が大きいと思うんで、そこら辺もよく考えた方がいいかな。これお金だけじゃないですからね、そこで楽しく暮らせるかどうかっていうのがですね、まあ、あとはね、日本のテレビ放送をこっちでも見られるようなんていう、そういう契約、日本でしてって言ってたかな。日本のね、過去2週間の番組を全部そのインターネットでね、見れるなんていう契約もあるなんていうんでね、それがいくらだったかな。月々3000円ぐらいって言ってたのかな、ちょっと忘れちゃったけど。まあ、日本のテレビがね、どうしても見たいなんていう方は、そういう契約もできるし、
あるいはこっちのね、ケーブルテレビとか、インターネットでね、見れるテレビとかもありますし、でもせっかくね、その日本から出てきて、移住するっていうんだったら、なんか、アクティブに動いて、楽しんだ方がいいかなって僕は思います。特にね、パラワン島みたいなところ来るんだったら、自然相手に遊ぶっていうのが、これやっぱり一番楽しいとこですね。とにかく海が綺麗なんで、今日はね、改めてこんな1ヶ月の生活費、2022年バージョンですね。去年よりちょっと高くなった、うちの家計の報告でした。今日はこの辺で失礼します。